艦名は、ロシア帝国艦隊が、オスマン帝国艦隊に対して、勝利を収めたナバリンの海戦を記念したもの。ロシア帝国海軍では当初は、装甲艦に分類され、1892年2月1日付で、艦隊装甲艦に類別を変更された。ナバリンの原型は、イギリス海軍のトラファルガー級装甲艦であり、その影響は、極めて明らかであった。 ナバリンはトラファルガーの防御装甲の様式はイギリス艦のものと同様の設計であった。装甲体は船体の中央部に限定し、張られ、特に重点の置かれた船体中央部の水線部装甲での厚みは406ミ、mm、リメートルにも達した。バルクヘッドを有し、強靭な下出る構造を持っていた。水平防御は、 同世代の艦に比べて波外れて強力であった。それに加えて、艦艦には2層の下出る式平板装甲艦艦を有し、その厚みは合計で 114mm に達するなど、強固であった。結果として、戦隊両端に装甲を持たなかったにもかかわらず、ナバリンは収益当時事実上砲撃によって、撃破不能の艦であるとみなされた。 武装配置は成功し、その後丸々10年間にわたって、ロシア総交換のスタンダードな武装配置となった。ナバリンは参考にされたイギリス艦と同様に、極めて低い還元を持っていた。これは還元を低くすることで敵団の的となる、シルエットを減じる効果があるとされていたが、反面公用性は限定された。加えて、 収益当時ナバリンの手法である黒色火薬を用いる1886年式35合計 305mm 砲はすでに旧式化していた。これらの欠陥のため、ロシア海軍は次の新しい計画、装甲艦、シソイベリーキーの設計に着手することになった。本艦は中央楼型船体で艦首水面下に昇格を持ち、艦元の低い艦首艦艦から、 全部間板上に1886年式35合計 305mm 砲を連装砲塔に収め一機を配置した。その背後から上部構造が始まり、司令塔を下部に組み込んだ箱型環境は上部構造物と一体化していた。環状構造物の後ろには簡素な短脚式のマストが一本立つ。その背後に4本煙突が、 並列2本ずつが前後に配置されていた。煙突の周囲は関西手置き場となっており、上部構造物の上にあるために波浪の影響を受けにくい利点があった。上部構造部の側面には方角配置で1 5 2トル炭素法が、片元に等間隔で4基が配置されていた。煙突の背後に中部に、 装甲で覆われた見張り所が設けられたミリタリーマストが一本立ち、その後部で上部構造物は終わり、後部甲板上には後ろ向きに連装砲塔一機が配置された。ナバリンは1904から1905年に近代化改装を受け、無線機が搭載されたのに合わせてアンテナ線の長さを確保するために簡素な全部マストは延長され前。 ホバッシュラと呼ぶにふさわしい高さになった。環境には、基線長1.37メートルの測距離と、望遠鏡型の照準装置が設けられた。1889年7月1日、サンクトペテルブルクのフランコロシア工場に適合した。1891年9月8日には浸水し、1895年6月19日には、 巡航した。その後は、軍事演習に参加したり、地中海や極東、中国、日本などに派遣されたりした。1900年4月には、ナバリンは、機動艦隊と、地上部隊との合同行動に参加した。5月28日には、MG ベセラー海軍少将の文献隊に参加し、陸戦部隊を乗せて、テグへ移動し、 疑話団の乱鎮圧のための国際部隊に加わった。軍艦に陸戦部隊を乗せるというのは当時輸送船が著しく不足していたために生じた事態であった。軍部隊、馬、市長の軍艦への積載はその戦闘能力を制限し、ただ中国人とだけ彼らの艦隊が全く稼働しない状態であったとして戦えるものであった。 より強大な敵との交戦は考えることもできなかったと、自重部艦長極東総得意、アイアレクセイエフ帝徳は報告している。いずれにせよ、軍部隊の輸送は成功裏に行われた。戦役の終盤、1900年9月に、ナバリンは国際連合艦隊に加わり、山海間への強襲作戦に参加した。この作戦中、 30名からなるナバリンの陸戦部隊のうち4名が戦死し9名が負傷した。中国戦役の後、ナバリンは太平洋艦隊に編入されて1901年12月12日まで極東に止まった。新しい艦隊総交艦、レトビザンとトベーダが到着すると、それと交代する形でナバリンは GP チュフニーン海軍少将の艦隊に加わって、 極東を去った。1902年中旬には修理工事が行われた。工事は日露戦争の開戦までは特に急ぐこともなく続けられたが、1904年3月になると急遽、その速度を早められた。そして、ナバリンは第二太平洋艦隊に編入され、艦隊総交換をスリャービアシソイベリーキー。 装甲巡洋艦、アドミラール・ナヒーモフと共に、第二戦艦隊に組み込まれた。この頃、艦の最大の弱点とされたのが、黒色火薬を用いる、旧式化した火砲であった。しかし、後期は、まだ残っていたにもかかわらず、海戦によって、新しい砲の装備が不可能であることが1904年夏までに、明らかとなった。 クロンシュタット蒸気船工場の生産力不足と連合艦隊派遣の遅れの懸念から連合艦隊準備の責任者であった AA ビリリオフ海軍中将はできるだけ速やかに海軍省へ工事の終了を報告することを望んだ結果1904年6月初めにはナバリンは工事完了となり大クロンシュタット沖合停泊地に出て 連合艦隊の出航する8月29日までそこに停泊した。1905年5月15日の日本海海戦では日本海軍の艦船はロシアの新しい主力艦に火力を集中し古い艦はあまり相手にしなかった。にもかかわらずナバリンは重度の損傷を負った。船体と機関に損傷を負ったナバリンは次第に速力を落とし打艦から置き去りにされた。 21時5分、鈴木貫太郎司令率いる日本の第四駆逐隊の駆逐艦からの雷撃がナバリンに止めを刺した。救助された生存者は3人のみであった。ありがとうございます。